1965年5月30日の日食は、1965年5月30日に観測された日食である。ニュージーランド、クック諸島、フランス領ポリネシア、ペルーで、海気日食が観測され、中央アメリカの大部分、南アメリカ北西部、太平洋中南部の広い範囲で、部分日食が観測された、海気体のほとんどが海にあり、陸地は数少ない島と月の、 本、影が地球上で通過した最後の場所、日没とともに、回帰日食があった、ペルーの長さが約150キロの地域のみ。詳細は、ニュージーランド北西部のノースランド地方北西部、クック諸島のマヌアエ島、フランス領ポリネシアのマヌアエ島と、モツオネ島、ペルー北西部沿岸だった。また、回帰日食が見えなくても、部分日食が見えた地域は、 オーストラリア東部、メラネシア東部、ミクロネシア南東部、ポリネシアのほとんど、中央アメリカとダイアンティル諸島、コロンビア全国、ベネズエラのほとんど、エクアドル全国、ペルー全国、ボリビア西部、チリ北部、アルゼンチン北西部国境のごく小さい部分。その内大部分は国際日付変更線の東にあり、5月30日に日食が見え、 残りの部分では5月31日に見えた。ニュージーランド、オーストラリア、イギリス、アメリカ、ドイツ、日本、ソ連などの国は観測隊をクック諸島のマヌアエ島に派遣した。ニュージーランド政府は船を調達し、乗客をクック諸島の行政所在地アバルアがある、ラトロンガ島からマヌアエ島まで乗せた。島は1524ヘクタールの面積を持ち、コプラを作る。 少数の労働者だけが住んでいた。それに対し、回帰日食を見に上陸した人数は、比較的に多く、科学者だけは85人で、他に、女子もいた。しかし、日食中太陽が雲に覆われ、観測は失敗した。また、ニュージーランド北島の北部では5月31日の日の出とともに、回帰日食があり、前日の夕方には空にまだ雲があったが、 結局回帰日食の観測は成功した。高い高度での観測データを得るため、空中にロケットを発射した科学者もいた。ありがとうございます。